自分の体が女性であるとは言えないと思います。理由は生物学的に言うと男性の、男性だからです。重さに落ちてからね。落ちたら最悪ですよね。この時私畑島健生っていう名前で男性として慶應義塾大学に当時通っていました。男性であったことの根拠を残すようなものは全部捨てました。証拠隠滅みたいな、もう過去の自分を殺すみたいな気分で。ドキュメンタリー撮ってて今、うん、でそのドキュメンタリーに、うん、父と母出てもらえないか。いや無理、無理無理無理。なんか言うねやろ県政のことで。県政のことでなんか言うねやろ。いや、無理やわそんなん。よう顔出さん顔出さん。毒されてるなと思ったんですよ。世の中がトランスジェンダーってこういう人っていう同じ像を持ってて、しかもそのステレオタイプが結構間違ってるんですよね。でやろうって、これからカミングアウトする LGBT の当事者の方々に大丈夫だ、私の楓がいるじゃないかと、そういう風に言ってもらえるようになりたいなという風に思っています。 My name is 楓畑島。男性とか女性とかいうのは私の中には関係ないです。自分の息子っ